地震大国、日本。どうも皆さん、歴学です。皆さんもご存知の通り、日本は世界でも有数の地震大国であり、その発生回数の割合は全世界の 18.5% を占め、極めて高いものとなっています。今後30年以内に巨大地震が起こる確率は 70% 以上と言われていて、我が国はいつどこで被災してもおかしくない立地が最悪な島国なのです。今回はそんな地震によって一族のほぼ全員が被災し、一夜によって滅亡した大名内ヶ島氏政についてご紹介していきたいと思います。歴学。15世紀中頃、室町時代。内ヶ島氏は室町幕府第8代将軍足利義政の命で白川郷に入り、同地を支配するようになります。内ヶ島氏は、雲がこの山に当たると逆流して帰っていくと言われた、帰り雲山に築かれた紀雲城を本拠としました。白川郷は今でこそ合掌造りで独特の景観をなす集落が評価され、世界遺産として登録されていますが、当時は険しい山が連なり耕作に不向きな土地で、石高も乏しく、歴代の内ヶ島当主はもっぱら白川郷の内政に専念せざるを得ず、戦国時代においても外政や侵攻という形で歴史の表舞台に顔を出すことはほとんどなく、半ば引きこもって統治していました。しかし、米の生産高こそ低かったものの、金山などの鉱物資源と山林資源を豊富に産出しており、貧しい国ではなかったそうな。内ヶ島氏はこの豊富な財力を足利義政に献上し、義政はその資金によって銀閣寺を建立したなんて説もあるほどです。また、内ヶ島氏は海陸も城以外にも市場をいくつか持っていたとされ、自称大納言の姉が工事頼綱や、軍神上杉謙信などの信仰を受けますが、地形を活用した巧みな戦術で撃退に成功しています。上杉勢は険しい山の行軍に疲れていたことを考慮してもこれは驚きです。また、白川郷一帯はかねてから一向宗の影響が強かったことから、内ヶ島氏は少蓮寺という本願寺系列の寺と深く結びつき、政教合体で統治してきました。現代における寺、尊似てますね。しかし、内ヶ島五代目当主氏政の時代に入ると、謙信没後に北陸地方に勢力を伸ばしてきた織田家に接触を図り、これまで二人三脚でやってきた少蓮寺とは敵対し始めました。織田家家臣のさっさなりまさが越中国に本拠を構えるようになると、氏政はさっさとなりまさの配下に加わります。織田家も石山本願寺をはじめ、一向宗には悩まされており、利害の一致していた両者で連携を図ろうとしていたという説があります。今まで引きこもっていた氏政でしたが、この頃に上杉軍と戦って魚津城を織田軍と共に陥落させています。しかし、1582年の本能寺の変で信長が明智光秀に殺害されると、上杉とは停戦して飛騨にさっさと引き返しました。やがて山崎の戦いで秀吉が光秀を成敗し、天下に王手をかけます。1584年、秀吉 VS 徳川織田連合軍の構図で勃発した小牧長久手の戦いでは、氏政は引き続き徳川方についた成政に従い越中に出陣しています。結局は秀吉が政治的勝利を収め、徳川家康を屈服させた秀吉は、この戦いで徳川方についた諸将への討伐を開始することになります。1585年に富山の役が起こると、秀吉率いる大軍が成政の立てこもる富山城を包囲し、氏政は援軍として救援に向かいます。しかし氏政の留守中に、秀吉の命で金森長親が白川郷に侵攻してきました。海陸も城の留守を任されていた上将はよく守って、容易には落ちなかったそうですが、最終的には長親によって懐柔され寝返ってしまいます。長親によって海陸も城も落とされ、領民までも金森軍に寝返る始末。この報を聞いた氏政はさっさと飛騨に引き返しますが、時すでに遅く、氏政は秀吉に降伏しました。
結果、氏政の領土は少し削られたものの白川郷の本領は安堵され、飛騨一国を治めることになった長近に従属することになります。内ヶ島氏が代々受け継いできた鉱山探索能力と、多くの鉱山技術者を抱えていたこともあり、秀吉も内ヶ島氏政を処断するわけにはいかなかったのです。当時、鉱物資源を採掘するためには独自の技術が必要であり、その技術を持つ者は少なかったそうな。1586年1月、海陸墓場において所領安堵を祝う宴を翌日に控え、氏政は内ヶ島一族、家臣団の主だった者を前日から城に呼び寄せていました。その時です。日本三大霊山の一つ、岐阜白山の地底に潜む魔物が暴れ出しました。活断層の大暴れによりマグニチュード7から8とも言われる天正大地震が発生。これは大正時代に起きた関東大震災と同レベルの大災害であり、海陸墓城は海陸墓山の山崩れに巻き込まれ崩壊し完全に埋没。これにより内ヶ島氏の一族老頭は一夜にして滅亡してしまい、前代未聞の大地震による全滅となってしまいました。地震による巨大な土石流は海陸墓城下も飲み込み、300あった民家もことごとく地中に埋没し、その存在を地上から完全に消し去りました。この天正大地震により前田利家の弟である前田秀次や、山内和豊の一人娘、米が死亡しています。ちなみに内ヶ島家臣の中には宴に参加しておらず、運よく生き延びた者もごくわずかにいて、氏政の弟京門坊は仏門に入っていたおかげで助かり、京門坊文書を執筆して地震の記録を今日に伝えています。また、真偽は定かではありませんが、最後の当主である氏政は居城に大量に金を貯め込んでいたと言われており、これを根拠に海陸墓城の跡地には5000億から1兆円ほどの価値の埋蔵金があるのではないかと言われています。ただ、海陸墓城の存在した場所は現在も確定しておらず、海陸墓山の前を流れる庄川の岸辺近くに位置していたことのみ判明しています。どちら側の岸辺近くに位置していたかさえ定かでないため、石碑は正確な位置には立地していないのだそうな。地震の際は山体崩壊に加え洪水も起こったとされ、当時の地震直後に帰還したものさえ、どこに城があったかわからなかったと言います。いずれにせよ埋蔵金伝説は憶測でしかなく、確証はありませんが、ロマンある話だと思いませんか？お時間のある方はぜひ探してみてください。歴学。以上で内ヶ島氏政の解説を終わります。乗車必須の時代としても前代未聞な天災による一族老頭一夜にして全滅という最後を迎えた内ヶ島氏。日本史、いや世界史上でも稀な滅びの美学。宴の前日に滅亡とはユーモアスペクタクル超大作でしたね。私の動画が皆様の暇つぶしになり、少しでも記憶に残っていただければこれ幸いです。それでは最後に戦国のアルピニスト、さっさなりまさの名言でお別れしたいと思います。何事も、変わり果てたる、世の中に、イカデや雪の、白く降る乱、というお言葉、何事も変わっていく世の中なのに、そうとは知らないであろう雪が、いつもと同じように白く降っている、という意味です。小牧長久手の戦の際に、早々と和睦してしまった家康に対して成政は再起を促しますが断られてしまいます。その際の悔しさを吐き出すかのように詠んだ歌だと言われています。一方の内ヶ島氏政もなんとか秀吉と和睦が決定し、これからの新しい時代が幕開けという場面で、あえなく被災してしまいました。天災なので致し方ないこととは思いますが、時に運命とは残酷なものであると思います。我々は歴史を通してこの世の諸行無常を知ることができるのです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、通知ボタンをオンにしていただければ嬉しいです。